お疲れちゃんです。ラットです。そしてお疲れちゃんです。デコです。いやいやってわけでね、今日はねデコと二人でね、コタが今日は寝てるんで、まあね今日二人で寝てるんで大きい声を出していきたいと思います。はい、で今日はね、その何しようかなと思って、正直なんか、歴史紹介もないなと思って、久しぶりにね、久しぶりにじゃあミラ使ってみよっかってわけで、ちょっと最近使ってなかったんで、あんまりならんな、常人じゃならんな、まあそうはならん、ちょっとねミラ使っちゃおう、遊びがてらね、はい、やっていきたいなと思います。はい、ってなわけで、え、マルチ、マルチ行くの、大丈夫、そんなに今上じゃないかって。お、あれこれ見たことある、見たことある、あれや、リトルフィンガー、小指、いや違う、それはあれか、あれリトルフィンガーは違う、ミッドフィンガーだ、あれは小指小指真ん中、ちょっと分かる、え、リトル、あ、そうか、リトルは小指か、じゃあミッドは、バカバレるはい、ってなわけで、とりあえずめちゃくちゃ高回転なんで、コスト無駄にならないようにね、なんとかランバタル、はい、やっていきたいなと思います。ランバタル5レー、あー、ペッカラムのランバー版っていう可能性はありますね。高回転の普通に5レーっぽい、あ、これ取りね、いや5レー説、5レー説はすごい濃いですね、うんうんうん、これ普通にディガー飛ばして、まあディガー削りですね、ラバだ、ラバだ、ラバですね、ラバは、おお、取るね、なんかまだゴレ説、ウオサオ、ウオサオ知る、あれ俺後ろからやって、いやでも多分ね、いやトルネポイズンでしょ、普通にゴレっぽい、ゴレっぽい説ありますね、うん、でこれ多分ランバーで受けられるでしょ、ランバーで受けられたらコウモリで処理してディガーかな、はい、よいしょ、でこれ多分メガゴ、あ、ベビーゴレですね、さすがにゴレですね、これは、これ多分アイスピでさすがにやった、おい、お、見せていくどこが遊びやねん、うん、どこが遊びの動画やねん、何か何かがっつりがっつりがっつり小技これメガゴ、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 やば、捨て、おお、なるほどね、さすがにね、これちょっと言うので、こういうのむずいな、これちょっとむずいっすね、マジ、これ多分軽く削りに行ってきます。ここはもうプリンセスを無限にね作るしか僕の勝ち筋じゃないんで、よいしょ、おー、はい、おお、なんかすごい、よいしょ、ふー、いい防衛ですね、いい防衛ですね、しかも僕はもう両サイ削ってるんで、まあ適当にどっちかを、まあ左かな、1300でもこれ一回言うのこっち振って、これディガー削りとかでしっかりやっていきたいですね、でこの左のプリンをしっかり延命します、でこの間も一回ディガー飛ばして、よいしょ、やばい、ワンチャンやばい、ワンチャンやばいけど、これね、これ一回、危ない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 、ちょっと待って、ちょい危ないですね、あと500なんですけど、スペルがないんで、ワインは削るのがちょっと難しくなってきますね、うわ、これちょっとずるい、ちょっとやばいですね、うわ、相手なんかずるいことしてる、これちょっと温めてる音がするぞ、うえーい、見てなかった、というわけでちょっとね、今はディガーをね、ちょっと2体飛ばしてね、ああ削ってみましたっていうやつです、はい、なるほど、ちょっと何も喋ってないまあそういうこともありますね、ちょっとマジックっぽかったね、そう、マジか、今俺音出して見てるから、うん、左上の穴見てなかった、あ、なるほどね、うん、そう、なんか最後あれゴレ守るの無理だなって思ったんで、もうディガープラスディガーミラーして、まあ削りにね行きましたね、どっちかっていうとこの時間今2時なんですけど、
この時間にキッチンでなんか温めてる、はい、そう藤林さんが作った料理がまだ余ってるんで、そうそう多分それを温めてる多分ホーンズが ホーンズ深夜2時3時にキッチンでわちゃわちゃしてるのはホーンズしかいないですね、いつも違ったらどうしよう。いや、さすがにない。もしかしたらフッチさんが藤林さんはね、絶対この時間に物食べない。本当に健康めっちゃくちゃ言ってる割になんか意外とでも贅沢してる。こんなお肉食ったぞーみたいなよくツイートしてるんでね。あれはちょっと許せなかったな、うん、そうあんなになんか健康言ってるのに日本に帰った時にめっちゃいいお肉食べたよってあれってあのいつもの健康はどこに行ったのっていう。肉は一応健康だけど贅沢だな。うん。これやばい。ちょっとやばい。このプリンセスが暇してる一体。端っこにちょい出しすぎましたね。ってやつで大ダメージを受けちゃってます。Y。痛い。ガゴメガゴ宝石なんでラバルですね。ラバルは、まあ、勝てないことは余裕でないんですけど、宝石がちょっと厄介なんですね。宝石をどうにか壊れてくれると助かる。あ、それは美味しい。これ多分縦の戦士の覚えかな。これさっき、あ、ババが、そうだ。これさっきからあの、後ろ墓石がちょっと辛いですね。いや、マジでこの墓石が辛いんですよね。じゃあ外して。ほんとだ。あ、美味しいんですけど、あの、後ろ墓石が。さあ問題です。これ何で守ってきますか？メガゴかガゴ、どっちか。え？これ絶対メガゴかガゴでしょ。延命し、やば、マジ？ラバでした。正解ラバでした。マジ？これでも今3ガゴっしょ。あとメガゴ。おお。なるほど。これ本当はもう1個ぐらいやって、これはちょっとあれですね。このプリンは捨てで。この間にディーガーでちょい削る。いや、おいしい。これね、許容して、両サイドいい感じに削っていきたいですね。今しかもババがないんで、このユニを取りますね。いい。私が、ユノツカ1級。ユノツカ1級ですね、これ。で、このプリン延命していきます。プリンツカ1級。で、これでユノで、ちゃんと削っていきますね。右のプリンス、ちょっと。これ最悪ザップ垂れたらコウモリミラーします。コウモリ、ああ、ピピピランドでボンサのネタでしょピピピランド。よし、でこれはもう一回こっちはもうこれ、今お前そっちに咲いたらじゃあこっちの防衛どうするのっていう話になるんでね。よいしょ、これ別にトルネあるんでそんな怖くないですね。この間に気づけばトライアングルができてたプリンセストライアングルができてた。ラザメダッセーマジでラス1かやばい。63よし、上位リーグに突入。飛んでんのっていう話。まあ相手も確かにウッド系なくて、うん、きつそうだったけど、でもねこれやるとね楽しいんですよね、意外と。マジでおすすめ。やらないっす。このそもそもね、俺プリンというのあんまり使わないっていう。確かにね。マスケット大好きマンですからね、天狗っつ。言うな、バンされるだろう。知ってるだろ。みんな知ってるだろ。みんな知ってる。なんで？なんで？ジャイとバルーンしか使わない。甘い。これちょっとやばい。プリンセスがついでで処理されるこれ。あ、これはもう相手のあの迫撃うまいですね。ワンチャンディーが来たらアイスピで止めて、なるほど。ちょ、上のコウモリをこれで処理します。ではい、迫撃ホグですね。迫撃ホグが迫撃つらそう。そうなんですよね、軽いのしかいないんで迫撃の受けがちょいつらすけど、まあなんとかもう回転のご利用していきたいなと思います。アートローとかつらそうだね。
あーでも言うてかな、アウトローはなんか5コスだから相手、うん、なんか別にって感じ別にって感じ。それよりもこの他のユニットのがちょっと厄介かな。あ待って、プリンセス死んじゃった。これこのままタルババで、これちょっと一発受けて、やばい、あ待って、やばい、待ってやばい、やばい、ちょっと待って、急に沼、ちょっと待って、急に沼、あれ？いやでも1試合目も2試合目も良かったんで、もうボツにはしないです。まあ、こういうこともありますねっていう。でもこれまだ前えるんでね、気持ちだけはね。これ左側のこのタワーの内側とかにディガー飛ばしてあげると、あのディガーがタワーとのターゲット取ってくれるんですよね。けどこっち向いてきたわ、やられちゃってるね。うん、それいやーこれつらいね。つらいですね。あこのこのエリカブを生かしたかった。ちょっとこの白衣化がちょいマジで、すげえ、イエの14って5に4パなの分かんない、全然分かんない。正直ね、そんなユーの14とかほぼ使わないから分かんない。プリン14ウッドタイルっていうね。あそう、プリン14は相手のウッド耐えますね。いいのそれで。うん、あとドブルさんが動画にしてたよね、なんか格上のあタルババ耐えるみたいな。あそう、あ、ね、うんだったっけ、なんかあったね、格上のというわけで、まあ負けるぐらいがちょうどいいなまあ負けねえとな、これで強いデッキって思われるのもよくないからね。うん、うん、なんかこれ皆さん気をつけてくださいね、使う際には、うん、ほぼほぼ負けます大体負けるんでね、はい、そこだけご注意くださいって感じですかね、 もうねコメント欄の、うん、どうしてくれるんですかいやもう責任取らないんでね、これ大事な大会で負けてしまってどうするんですか、はい、使わないでください、ステージゼロとか、はい、ステージゼロ、そう、待ってみて、まあまあまあってわけで、まあ、今日はこんな感じですかね。マジで動画なんかね、何がいいっていうのがあればコメント欄にちょっとあるとね助かるんですよね、うん、まあ、例えば三十四ヒール復活とかね、あ、例えばですけど、例えば、本当ね、うん、はい、てなわけで終わりますか、2時だし、はい、終わりたいと思いますね。じゃあ、はい、お疲れ様でした、バイバイ、あばよ。ちなみになんですけど、動画撮った後にね、その対戦したプレイヤーをねちょっと見てみたんですよ。そしたらこの初めのね初戦のゴレを使っていた方が最多7600、まあ点ごとより高い、選手、はい、プレイヤーで、この2番目のこのラバルの人がまさかの前シーズングローバル8位、最多7800、点ごとより高い、ちょっと待って、やばい、基準が俺なのか、テグッドより高い7800のプレイヤーでしたってわけで、そう、最後の方はね6600で、この人もすごい高いんですけど、まあ、このね7600、7800の、うん、まあ、テグッドより高いすごい人に勝てたっていうね、後で許さんで、ただそれだけでしたっていうわけで、うん、バイバイ